この度は、今回騒ぎになってしまっている、件について、僕の方から説明及び、謝罪をさせていただきたいと思います。この度はこの件に関して、私自身お騒がせしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。今回騒ぎになっていることなんですけども、昨日ですね、セリーナさん、辰巳涼介選手の奥さんのセリーナさんが自身の YouTube チャンネル、セリチャンネルで投稿した動画、ZOZO マリンスタジアムで、ロッテの応援席に行って応援してみたという動画が、非常に物議を醸しておりまして、その中の内容というのが、辰巳涼介選手がホームランを打った時に、セリーナさんが、喜ぶという、ロッテの応援席で、楽天の選手がホームランを打って喜ぶという、こと、そして、ロッテの選手に対する発言であったりとか、そういったところが、非常に、今、批判されているというところなんですけども、この件に関して、僕の方から、言いたいことというのは、多くの皆さんが今言及されている通り、この動画の撮影者は、僕ということで間違いありません。この動画の撮影についての経緯をちょっと説明させていただきたいのですが、かねてからセリーナさんはロッテの応援が好きということで、ロッテの応援席に行きたいということをずっと言っておられました。で、僕自身、セリーナさんと、親交がありましたので、僕自身も、いろんな球団の応援歌を歌えて、いろんな球団の外野スタンドに行った経験もあるということから、今度僕と一緒に同行しようという話になりまして、7月9日ですね、ZOZO マリンスタジアムに、行く経緯となりました。僕自身は、これまでも数多くの、球団の応援席に行って、応援歌を歌ったりと、その様子は僕の YouTube チャンネルでも上がっていると思うんですが、僕自身もロッテの応援席に行ったことがあり、非常に、楽しく応援できましたので、なんとかその楽しさっていうのをね、共有して、一緒に応援できればなと思い、当日現地に向かいました。しかしそこで問題となった、辰巳涼介選手のホームランによる、セリーナさんの、立ち上がり、これについて同行者である私が、もっと止めるべきだったんではないのかという、そういう意見を多数いただいております。全くその通りでございます。唯一抑制できる立場にいたのが僕自身だというのも分かっております。隣にいたにもかかわらず、止めきれなかった僕自身に全ての責任があると思います。それ以降は僕自身もセリーナさんも、ロッテの応援をしていたんですが、その日気温が非常に暑かったということもあり、セリーナさんがもう、お疲れになられたということで、もともと取っていた内野席の方に、移動することになりました。同行者兼撮影者であった私は、一緒にセリーナさんと、内野席の方に移動することになりましたが、私自身もう少し、この応援の魅力というものを伝えることができなかったのかなという後悔はあります。そしてその後のセリーナさんの、ロッテの選手に対する、発言等、これに関しても僕自身長年野球を見てきて、プロ野球の魅力を発信するという YouTube をやってるにもかかわらず、そういった発言を、容認してしまったということにも非常に責任を感じております。誠に申し訳ございませんでした。それも含めまして、今回、セリーナさんの行動を止めれなかったということ、そしてセリーナさんに同行し、この動画を、撮影したということ、それについて、改めて誠に申し訳ございませんでした。全面的に本当に今回の件、私が、責任があると感じております。ただしかし、誤解というものも、生まれておりまして、B モレルがロッテのライトスタンドで、楽天の応援をしていたといった、噂もされておりますが、そういったことは、一切しておりません。ロッテのライトスタンドにいる間はロッテのユニフォームを着て、全力でロッテの応援を
しておりました。改めまして、今回、この件に関わってしまったことで、本当に多くのプロ野球ファンの方々を失望させてしまうことになったということ、非常に反省しております。僕自身、このプロ野球の魅力というものを発信していきたいというふうに、ずっと活動しているという中で、本当に自分でも、取り返しがつかないことだと考えております。このプロ野球の魅力を発信するということに関して、もう少しやり方はあったのではないのか、もっと全力で応援の楽しさを伝えることであったりとか、選手へのリスペクトであったりとか、まあ、そういったところを広めていくのが、私自身の役割と思っています、まあ、そういったことを今回できなかったというのはもう正直自分自身でもこういったことを発信していく YouTuber 失格だなと感じております、今回非常に多くの批判のコメントをいただきました、もちろん、僕のことを知らない方であったりとか、そういった多方面からの批判コメントもあります、しかしながら今回に関して、僕のことをいつも僕の動画をいつも、楽しく見ていただいている方失望させることになってしまうことを本当に申し訳なく思います、いつもね、まあ野球っていいなと伝えているという中で、まあそのいつも野球ってやと伝えているという中で、その野球ってやという言葉を信じてくださってた皆さんの、期待を、裏切るような形になってしまい、本当にもう取り返しのつかないことをしたと重々感じております。この責任は自分でも重く感じております。私自身、基本的にオリックスの試合を生配信したりだったりとか、時折試合後に動画を出したりだったりとか、まあ、そういうことをしているんですけども、今現在オリックスバファローズが、千葉ロッテマリーンズとの、連戦中、まあ、今回千葉ロッテマリーンズさんにも非常にご迷惑をおかけしたと思いますので、この連戦中は活動の方は自粛させていただきたいと思います。本当にこの度は皆さんを不快な気持ちにさせてしまい誠に申し訳ございました。しっかりとこの活動自粛期間中、自分自身見つめ直し反省し、また皆さんに野球ってええなを伝えれるように、精進していきたいと思います。以上、私からの説明と謝罪でした。